黒ニンニクはニンニクを材料とする加工食品。ニンニクを特殊な方法で加熱熟成させて製造する。黒く変色するのはメーラード反応によるもので糖分とアミノ酸の化学反応によってニンニクの中で味や色の変化だけでなく成分の変化も起きる。起源について最も有力な説は1999年に三重県尾鷲市で開発されたというものである。 その後、三重県内の数社に製法が伝授され、それらのメーカーによって販売が始まった。無名であったが、三重県内の販売メーカーによる献身的な普及活動によって、全国的に広く普及された。2000年代に入り、三重大学教授の田口博士や広崎大学教授の佐々木仁一らによる研究開発が盛んとなった。生ニンニクよりさらに有効成分が高く、 がんやウイルスに感染した細胞などを見つけて戦うナチュラルキラー細胞の活性化が実験によって証明されている。また、世界的な研究の結果、抗がん作用や抗酸化作用、抗アレルギー作用やデトックス作用などが認められている。摂取による副作用として胃が持たれる、下痢をするなどの報告が見られるが、これは熟成が十分でないために、 アリシンという抗菌成分が刺激となるのが原因である。完全に熟成されたニンニクは中の芯まで黒くなり、アリシンが S アリルエルシステインという水溶性のアミノ酸に変化する。アミノ酸化した黒ニンニクには副作用が見られないが、炊飯器や黒ニンニクメーカーなどで作られた黒ニンニクは芯まで熟成できていないことが多いため注意が必要である。 ありがとうございます。